この CM、 信じられない。あの日本人がこんなに怒るなんて申し訳なかった。この CM をテレビに流すのはやめておくよ。皆さんは海外における日本人の印象はどのようなものか知っていますか？人と人との調和を大切にし、喧嘩や争いを嫌う温厚な人たち、これが一般的に言われている日本人の印象です。また几帳面で真面目な人が多いことから、冗談が通じず融通が効かないなんていうイメージを持たれてしまっていることもあるようです。ですが、基本的には海外における日本人の評価は高く、メイドインジャパンの製品はそれだけで一種のブランド的要素を持っていると言われています。私たち日本人の性質は世界に誇るべきものなのです。ところで、最近とある海外の CM が物議を醸していたことをご存知でしょうか？その CM に対して、なんと日本人からたくさんの批判メッセージが寄せられたんだそうです。 CM を作成した企業は、普段温厚な日本人が怒りの声を上げたことにとても驚いたんだとか。一体何があったのでしょうか？あの日本人が怒るなんて。世界で物議を醸した話題の CM 騒動とは。私の名前はエリー、アメリカ人よ。今日私がみんなにお伝えしたいのは、とある CM をめぐるちょっとした事件よ。一体どんな CM かって？それはアップル社の新型タブレットである iPad Pro の CM。 実際にこの CM を見たことがある人はいるかしら？なかなか面白い CM でインパクトはあったんだけど、その内容が物議を醸したのよ。見たことがない人のために、どんな内容だったのか説明するわね。 CM のタイトルはクラッシュ。画面には巨大なプレス機が映し出されていて、その中に楽器や家電など、とにかくたくさんのものが積み上げられている状態なの。そして数秒後、プレス機が作動。タイトル通り、すべてのものをクラッシュするのよ。トランペットやメトロノーム、テレビ、ゲーム機、そして大きなピアノまでが潰されてしまうの。そして、すべてを潰しきったプレス機は、完全に閉じられる。数秒のものだけど、本当に大迫力の映像なのよ。そして静寂が訪れた後、再び開いたプレス機の中に、ひっそりと置かれていたのは iPad Pro。 超薄型の iPad Pro の中には、先ほど潰された楽器やゲームなどの数々の要素がぎっしり入っているということを表現したかったのね。これの一体どこに問題があったと思う？それはプレス機がたくさんのものを潰していたところよ。この CM を見た人から、企業に続々とこんなコメントが届いたらしいわ。ものを粗末にするな。不愉快な CM だ。私は音楽家だけど、楽器がこんな風に意味もなく潰されていくことは悲しくて仕方ないわ。とてもショッキングな映像だった。一体何が言いたかったのか。どうしてこんな表現しかできなかったんだろう。CM を通して言いたいことはわからなくもないけど、他の方法で伝えるべきだったわ。でね、みんな次々と物が潰されていく映像にとてもショックを受けたみたい。なんと、この CM にコメントをしたのは一般の人たちだけではなくて、とある有名なハリウッドスターもコメントを残していたの。彼は、人生の経験を破壊、シリコンバレーより、なんて皮肉めいた投稿をしていたわ。ダイナミックで私は面白いかななんて思っていたけど、 SNS 上にはこんな感じで批判的なコメントがたくさん見受けられたの。それを受けてニューヨークタイムズは、道具を潰すことで巨大 IT 企業がクリエイターの仕事を奪い、金を稼いできたことを想起させたと批判記事を上げたわ。きっと CM を作った人はそんなつもりじゃなかったんでしょうけど、とんだ炎上騒ぎになってしまったってわけ。こうした状況を受けて、アップル社はコメントを発表したわ。
的外れな動画を作ってしまって申し訳なかった。そしてアップル社はこの動画をテレビで流すことを自粛したの。思いがけず幻の CM となってしまったってわけね。この騒動に関して SNS 上ではいろいろな意見が飛び交っていたわ。一部紹介するわね。もしも自分が音楽家だったりクリエイターだったとしたら、確かにこの動画はなかなかショッキングだと思うよ。確かに言いたいこともわかるけど、そこまで嫌かな。嫌なら見なきゃいいだけの話だし、いちいち騒ぎすぎじゃない？こんなに小さくて薄い iPad はとてもクリエイティブなツールですって言っているだけでしょ。それ以上でもそれ以下でもないメッセージなんだから、そこまで目くじらを立てる必要はないはずなのにね。怒っている人もいれば、そんなに怒らなくてもいいんじゃないっていうスタンスの人もいるみたいね。まあみんなが同じ意見でいられるなんてことはないんだし、仕方ないことなのかもしれないわね。でも今回の騒動でみんなが驚いていたのは、普段温厚な日本人からの批判的コメントが意外と多かったっていうこと。物は大切にしてほしい、楽器や道具に敬意が感じられないのが悲しい、なんていうコメントが日本人から相次いだみたい。日本人が批判的なコメントを残すなんてって私も驚いたわ。だってそうした意見を残すという行為は、私の思う日本人の印象とはかけ離れた行為だからね。実は私には日本人の友人が何人かいるのよ。私が通う大学には日本人留学生がたくさん来ているからね。だから日本人の気質はよく知っているつもりよ。彼らは本当に親切で優しい人ばかりなの。それから自分の意見をあまりはっきり言わないっていう人が多いかも。私はよく友達と自分の意見をぶつけ合って討論したり、友達が言ったことが違うと思ったらはっきり言うことが多いんだけど、日本人は違う。あなたはどう思う？っていう質問に対して周りの様子を見てから答えている印象を受けるのよね。まあ悪く言えば何を考えているのかわからないってことにもなるんだけど、彼らがそうしてくれているおかげで私は彼らとは一度も揉めたことがないわ。私みたいに他人と討論するっていうことはかなりのエネルギーを使うし、ヒートアップしていくうちにこれまでの関係が切れてしまうなんてことも日常茶飯事。私は日本人に出会うまではこれが当たり前だと思っていたけど、彼らと出会って自分の考えを少し考え直した方がいいのかもしれないって思ったのよね。こうした日本人の考え方について私は以前友達のアンナと話してみたことがあるの。日本人はどうして他人と討論することを避けているの？やっぱり揉めたくないっていう考えが大きいかしら。でもそれだと思ったことが言えなくてストレスがたまらない？ストレスがたまらないように自分の意見はそれとなく言っているつもりよ。自分の意見は相手に面と向かって異を唱えるだけが伝え方じゃないでしょ。どういうこと？つまり相手の意見も尊重した上で、自分はこう思うけどどうかなっていうような伝え方をするのよ。それは違うわっていうと角が立つでしょ。わざわざ争いの種になりそうな言い回しは避けることが多いかもね。なるほど、そんな言い方があるなんて考えたこともなかったわ。日本人はやっぱり思慮深くて素晴らしいわね。そんなことないわよ。そんなに深く考えているわけじゃないの。どうしてって言われたらそういうことかなって思って伝えたけど、普段はそんなに考えて発言しているわけじゃないわ。小さい頃から言われた相手がどう思うかを考えて発言しなさいって言われて育ってきたから、自然と身についている感じかしらね。謙虚にそう言って笑うアンナを見て、私は日本人の素晴らしさを実感したのよ。私ももっと他人のことを考えて行動しなくちゃって思ったわ。とにかく私の周りの日本人はみんなアンナみたいに思慮深い子ばかりなの。だからそんな日本人が批判コメントを残すなんて想像もつかなかったのよ。でもそんな日本人の批判コメントに対して外国人がたくさんの声を寄せていたの。確かに私も嫌な CM だなって思ったけど、温厚な日本人がここまで批判コメントを出すなんてびっくりよ。
優しい彼らだからこそ、私よりもずっとずっとこの CM に対して嫌悪感を抱いてしまったんだと思うわ。でも日本人がこんなに怒っているのは初めて見たかも。感受性豊かな日本人だからこそ不快に感じたんだと思うよ。彼らは繊細だからね。アップルは日本人の繊細さまでは計算していなかったんだな。先日、日本人のピアニストが津波に飲まれたピアノをよみがえらせようと奮闘するドキュメンタリー番組を見たんだけど、彼はそのピアノにこの世を去った者の魂を感じると言っていたんだ。日本人は物に魂が宿っているという考えをするらしいけど、そりゃあこんな CM 許せるわけないよね。日本人は礼儀正しくて芸術を愛するから思うところがあったんだろう。彼らが怒りを表現するなんて珍しいけど、それほどの怒りだったんだな。こんな意見が多かったかな。みんな日本人が怒りをあらわにすることにはすごく驚いている様子だけど、やっぱり日本人の印象は私と似たものを持っているみたいね。今回のこの騒動を私はもう一人の日本人の友人であるユータに聞いてみたわ。今回のアップルの動画、ユータ自身はどう思ったの？僕もあの動画にはショックを受けたよ。 SNS 上に文句を書くほどではないけどね。やっぱりそうなんだ。どうして日本人はここまでの拒絶反応を示したのかしら。うん、日本人は物に魂が宿っているって考える人が多いからかな。日本には人形供養とか針供養っていう風習があるんだけど、これは物をただの無機物と考えていないからなんだ。人に使われて大切にされてきたものには魂が宿っているって思っているからショックだったんだと思うな。そもそも日本にはもったいないっていう精神があって、物を長く使おうとする習性があるんだ。壊れたらすぐに捨てるんじゃなくて、修理して使ったり何か他の活用方法を見つけて使ったりするんだよ。だから新しくてまだ使えるものをあんな風に破壊されることが耐えられないって感じるのかもね。もったいないっていう言葉は確かに日本人からよく聞くわ。なるほど、そういう意味だったのね。言われてみれば今回の動画はすごくもったいないことをしているものね。ゆうたに意見を聞いてみるまでもったいないなんて考えたことがなかったけど、少し考えたら確かにその通りねって思ったわ。アップル社も日本人がここまでのことを思うなんてきっと考えていなかったでしょうから、日本人に意見を求めてから CM を作ったらよかったわね。ちなみに CM をめぐる炎上騒動は今回のアップル社のものが初めてというわけじゃないの。他のメーカーも CM を発表するや否や批判的なメッセージが殺到して炎上してしまったことがあるのよ。その例を少しだけ紹介するわね。まずはアメリカのフィットネスバイクメーカー、ペロトンインタラクティブの CM。 これは女性が男性から送られたフィットネスバイクを使う様子を1年間ビデオ撮影し、男性に見せて感謝をするというものだったわ。これに対して寄せられた批判コメントは、こんなの女性差別だわ。どうして女が痩せないといけないのよ。1年間ビデオ撮影をして感謝するなんておかしな話。そこまでしないといけないの？くだらない CM。 女性に痩せろとプレッシャーを与えているみたいで深い。女性は痩せていないといけないっていうことを訴えるための CM なのかしら。というもの。正直私はそこまで怒らなくてもって思ってしまったけど、男女差別はよく考えないといけない問題だからね。確かに配慮はすべきだわ。これが原因でこのメーカーの株は一時急落してしまったらしいの。この企業にとってとんだ炎上騒ぎになってしまったのね。それから中国のメーカーチャオビが作った CM、 これはなかなかひどいわよ。中国人女性が全身ペンキだらけの黒人男性の口の中に洗剤を放り込むの。そして彼を頭から洗濯機に押し込んで閉めてしまうのよ。やがて洗濯が終わって中から出てきたのは色白の中国人男性。女性は大喜びして CM は終わるわ。
これは一瞬で何が問題なのかわかるわよね。人種差別だってたくさんの批判が寄せられたのよ。メーカーはすぐに謝罪して CM は中止されたんだけど、これはちょっと考えたらすぐに問題に気づくと思うんだけど、どうしてこんな CM を作ってしまったのかしら。アメリカで人種差別はかなり大きな問題になっているわ。こんな CM を流してしまうのははっきり言ってナンセンスね。最後に紹介するのは2023年に作られた比較的新しい CM、 外資系ホテルヒルトンのものよ。この CM はウェブ CM としてネット上に掲載されたんだけど、日本が少し関係しているのよ。場面はとある旅館のフロントで、おかみが客の夫婦と思われる男女に挨拶をしているところから始まるわ。彼女は、ご入浴は5時から23時までになります、ご夕食は6時にお部屋にお持ちいたしますので、必ず9時までに食べ終えてくださいませと、館内の過ごし方について延々と話すの。早口でまくし立てる彼女に、夫婦と思われる男女はうんざり顔、何を言っているのかさっぱりわからないわとでも言うようにね。そしてまだまだ続く彼女の説明がだんだんフェードアウトし、こんなナレーションが流れるの。せっかくの休みなのにゆっくりできないときってね。そしてその夫婦と思われる男女は、日本の旅館からヒルトンの高級ホテルであるコンラッドへ瞬間移動。コンラッドでは客のいいように時間を過ごし、従業員もそこに合わせる、日本の旅館のようにせわしくないといったような内容の CM ね。これもまた、日本文化を軽視しすぎ、旅館の良さが全く表現されていない、旅館はただのせわしいところではないのよ。この CM だけ見たら日本の旅館に行きたい人がいなくなっちゃうじゃないって批判コメントが相次いだわ。私は一度だけ日本の旅館に行ったことがあるけど、確かに日本の旅館はすごくいいところだったわ。ご飯は部屋まで持ってきてくれて、食べ終わったら下げてくれるから自分で何もしなくていいし、いろいろと配慮をしてくれたから何の不満もなかったの。一度の訪問で私は一気に旅館のファンになったわ。だから私自身もこうした CM が作られたのはすごく残念な気持ちになったの。こうして見てみると、CM を作るのってすごく大変なことなんだなっていうことがよくわかるわね。たくさんの人が納得できるような作品を作るのはなかなか難しいことなんだもの。私自身もいろんなところに配慮のできる日本人みたいな人になれるように頑張らなくちゃ。エリーさんは海外の CM と CM 作りの難しさについていろいろなことを教えてくれましたね。 CM は企業の商品をたくさんの人にアピールをするためのものです。差別や異文化に対する理解不足を露呈させてしまうと、視聴者に不快感を抱かせ怒りを買ってしまい、 CM としては逆効果になってしまう可能性があります。 SNS が発達している今の世の中では、一瞬で情報は拡散されてしまうため、少しのミスも命取りになってしまうのです。こんな時代だからこそ、企業はより慎重に CM 戦略を立てなければならないと言えるでしょう。そして私たち自身も SNS 上に意見を発するときや、何か意見を言うときは、配慮が足りているのかどうかを気にして過ごしていかなければなりませんね。さて、今回の動画はいかがでしたか？あなたは CM についてどのような感想をお持ちでしょうか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。シェリーにアジアへ行ってみてほしい。アジア？どこかいい観光地があるの？日本はおすすめだよ。ここが日本？こんなところがあったなんて知らなかったわ。皆さんは海外旅行へ行ったことはありますか？海外へ行くと日本とは違う文化や暮らしに触れることができ、たくさんの刺激を受けます。その刺激は時にあなたの人生を変えてしまうことがあるかもしれません。インドへ行くと人生観が変わる、
という言葉を聞いたことがあるでしょうか。そう言われる理由はいくつかありますが、よく言われるのは、インドでは日本の常識が一切通用しないということです。日本人が持っているマナーやモラルは、インドにおいて一切役に立ちません。インドで生活すると、これまでの常識が覆ることが多いことから、そのように言われるのですね。インドでは一体どんな生活が待っているのでしょう。とても気になりますよね。さて、今回はインドではなく、日本に行ったら人生が変わったというアメリカ人女性のエピソードをご紹介します。彼女は日本のどんなところに衝撃を受けたのでしょうか。日本に行ったら人生が変わった。日本人の生活に衝撃を受けたアメリカ人ブロガーのエピソード。私の名前はシェリー。アメリカ人よ。私の職業はちょっと変わっているの。何だと思う？答えは、世界中を飛び回る旅行ブロガーよ。ブロガーって何？って思った人のために、私の仕事について少しだけ説明するわね。ブロガーっていうのは、わかりやすく言うと、インフルエンサーのことよ。アメリカ国内だったり、海外だったり、様々な場所を旅行して、その時の様子を写真や文章で綴った日記をみんなに発信しているの。私のブログを通して知った旅行先に行ってみたという声や、行ってみたいっていう声を聞くと、この仕事をしていてよかったなって思うわ。旅行先での出来事を書くだけっていうと、すごく簡単そうに聞こえると思うけど、書き方一つで受け止め方が変わったり、情報は万に一つも間違えたらいけないから、遂行に遂行を重ねなくてはいけない。だから決して簡単な仕事とは言えないわね。海外でも言葉が通じないところもあって、大変な思いをしたこともあるし、治安が悪い国では怖い思いをしたこともあるわ。そんな経験も誰かの役に立てばと思って記事を書いているけど、そういったところはこの仕事をしていて大変なところね。でも私は旅行することが大好きだから、この仕事は天職だと思っているわ。ブログを始めたばかりの頃は、国内旅行を中心に楽しんでいた私だけど、慣れてくると次第に海外へ行くようになったの。近いところからカナダやメキシコに行ったわ。近隣の国を制覇した後はヨーロッパにも行くようになった。ブログのアクセス数が伸びてくると企業からオファーが来るようになって、行ったことのないところにもどんどん行く機会が増えていったの。世界を旅すると私には知らないことがたくさんあるんだなって思い知らされるわ。アメリカは世界の中心だってよく言われるし、私も実はそう思っていたところがあったけど、そんなアメリカでの常識が海外では通用しないのよ。普通や常識っていう言葉は意外と難しい言葉なんだなって実感したわ。そんな毎日を送っていたある日、フォロワーからとあるメッセージが届いたの。そこには、今度はシェリーのアジア旅行記も読んでみたい。日本は特におすすめの観光地だから行ってみてって書いてあったわ。実は私はヨーロッパやアフリカには行ったことがあったんだけど、アジアにはまだ行ったことがなかったの。アジアに行かなかったことにこれといった理由はないんだけど、他の地域に比べてあまり魅力を感じなかったっていうのが正直なところかしら。日本も素敵な国っていう噂はよく聞いていたけど、なんとなくあまり気が進まなかったのよね。でもせっかくメッセージをいただいたから行ってみるしかない。そう思った私は、早速アジア旅行を計画したの。そしてそのアジア旅行で私は衝撃の出会いを果たすことになったのよ。私が衝撃の出会いをした国は、フォロワーにおすすめされていた日本。初めてのアジア旅行で私は中国と韓国、そして日本を旅したの。日本に立ち寄ったのは最後だったんだけど、そこで私は衝撃を受けたの。日本の街並みがあまりにも美しく、それでいて人々がとても親切だったからよ。そのレベルは群を抜いていて、私がこれまで立ち寄ったどこの国よりも素晴らしかった。どうして私はこれまで日本に行かなかったのかしらってとても後悔したわ。その時の日本旅行で私は一気に心をつかまれたわ。たった一度の訪問で日本のことが大好きになったのよ。そこで今回は私が日本のことを大好きになった理由を詳しく説明していくわね。まず一つ目、さっきも言った通り、日本はとても綺麗なところなの。それは空港に降り立った時にすでに感じていたわ。日本へ行く前に中国や韓国に立ち寄っていたけど、そこに比べて日本の空港の清潔さは
全然違ったの。ロビーの床はピカピカに磨き上げられていて、裸足で歩いたって平気なくらいよ。それからトイレがすごく綺麗だったの。日本はトイレが有名なんですって。便座が暖かかったり、ウォシュレットがついているのよ。他にも自動で水が流れたり、蓋が自動で開いたり。日本人はトイレにどれほどの情熱をかけているのかしら。こんなにいろいろな機能がついていて、かつ綺麗なトイレは見たことがなかったから、本当に驚いたわ。空港を出て街を歩いていても驚きの連続だった。道に全くゴミが落ちていないのよ。ゴミ箱がたくさん置いてあるわけでもないのに。聞けばみんなゴミが出たらちゃんと持ち帰っているらしいの。これって日本人にとっては当たり前のことらしいんだけど、海外ではなかなかこんなに綺麗になることはないと思うの。ゴミが落ちていたり、落書きがしてあったり、そうした風景が当たり前になっているわね。だから日本の街並みが私には驚きの光景として映ったの。次に私が日本を好きになったポイントは日本人そのもの。どういうことかって、彼らは感謝の心を持っているのよ。そこが本当に素晴らしいの。感謝の心っていうと普通のことに聞こえるけど、彼らの感謝の心は他の国の人たちにはないものだわ。彼らはどんな時にも感謝の気持ちを忘れずにいる人たちなの。例えば、私が一番驚いたのは食事の時ね。日本人は食事の前にいただきます。食べ終わった後にはごちそうさまでしたっていうの。初めてこの言葉を聞いた時、神様にお祈りをしているのかしらって思ったんだけど、日本人に聞いてみたらそういうことではないらしいの。この挨拶は食事を作ってくれた人たちへの感謝の言葉なんですって。食材を作ってくれた人、調理をしてくれた人、販売してくれた人、その食事に関わったすべての人への感謝の気持ちを込めて、いただきますやごちそうさまでしたを言うのよ。私たちアメリカ人も食事の時に手を合わせる人が多いけど、これは神様へのお祈りの意味があるの。食事が食べられるのは神様のおかげという考え方ね。だから食事を用意してくれた人への感謝の気持ちというのは考えたことがなかったわ。でもよく考えたら、私たちが食事を食べることができるのは誰かが準備をしてくれているからなのよね。そのことに対して感謝をすることは当たり前のことなのに、そんなことも忘れてしまっていたなんて、私たちが間違っているんだなって思ったの。でも日本人はどうしてこんなにも感謝の気持ちを表現できる人たちなのかしら。疑問に思った私は、日本滞在で仲良くなった日本人の恵子に聞いてみたの。すると彼女は日本人の考え方の根底にある興味深い話を教えてくれたわ。それは日本人にとっての神様の存在。日本人にとって神様は自然そのものなんですって。昔から日本では自然現象を人格化したものを神と呼ぶらしいの。西洋の神といえば世界の創造主のことを指すけど、それとは全くの別物。英語のゴッドを日本語に訳すときに神とするみたいだけど、これはいわば語訳と言っていいかもしれないわね。日本人は大自然を神とする考えが根底にあって、人は自然の恵みのおかげで生きていると考えているんですって。だから食事の時も、食事を準備してくれる人への感謝はもちろんのこと、自然の恵みをいただいていることへの感謝の気持ちも持っているらしいわ。その考えがあるから、日本人は食料を無駄にすることをひどく嫌うの。恵子も自分の子供たちに、お茶碗のお米は一粒残らず食べなさいと教えているみたい。私はこれまで自分が食べ物を粗末にしてきたという意識はないけれど、日本人を見ていたら自信がなくなってきたわ。これからは日本人を見習っていかなくちゃって思っているの。その第一歩として、私はいただきますとごちそうさまでしたの挨拶を日常的に取り入れることにしたのよ。最初は変わった習慣だなって思っていたこの挨拶も、意味を理解したらとても大切なものだってことに気づいたの。この挨拶一つで、私の中で食事に対する考え方や向き合い方が変わってきたわ。日本人が感謝の言葉を伝えているのは食事の時だけではないの。それは日本人と会話をしているとわかることだけど、彼らはことあるごとにありがとうと感謝の気持ちを伝えてくれるのよ。私たちアメリカ人やその他の国の人には到底理解できないような些細なことにもありがとうと言ってくれるの。本当に些細なことにありがとうと言ってくれるから、
最初は驚いたんだけど、言われて嫌だと思う人はいないんじゃないかしら。ありがとうという言葉が当たり前のように飛び交う環境は、みんなが優しい気持ちになれるの。だから日本人は穏やかな人が多いし、治安がいいんだなって思ったわ。この心穏やかなところが、私が思う日本人のすごい部分の一つよ。日本人を見ていて思うのは、彼らは嬉しいことや悲しいこと、驚いたこと、どんなことがあっても心を落ち着けて過ごすことができる人たちなの。ありのままを受け入れる力を持っているという感じかしら。悲しい事件があっても激情している人はあまり見かけないし、逆に嬉しいことがあってめちゃくちゃに喜んでいる姿もあまり見かけないわ。これにも私は最初すごく違和感を感じていたの。すごく大変な天災が起きた時に、一般の人にインタビューをしているニュース番組を見たことがあるんだけど、みんな冷静にインタビューに答えているのを見て本当に驚いたわ。きっと海外で同じ内容のインタビューをしたら、泣きわめいたり騒いだりしてしまう人が大勢映る映像になってしまうでしょうね。そんな日本人の姿を見た時に、最初は彼らは悲しくないのかしらって思ってしまったわ。でもそういうことじゃないの。彼らはどんなことが起きても精神的に安定していられる強さがあるのよ。実際に大変なことが起きている時に泣きわめいたところで余計にパニックに陥るだけよね。日本人の冷静さはみんなも見習うべきだなって思ったわ。それから私が日本のことを気に入ったポイントの3つ目、それは日本の伝統的な生活よ。日本といえば東京や京都、大阪といった大都市が有名よね。海外旅行としてツアーが組まれる時もそうした都市を巡ることが多いわ。でもそういった都市を少し離れると自然豊かな田舎町にたどり着けるの。私は何度目かの日本訪問でそうした田舎町を訪れたことがあるんだけど、そこでは大都会とはまた違った日本を楽しめて最高だったのよ。大都会での日本人はみんなせわしなく活動しているイメージ。でも田舎町では時間がゆっくりと流れている感じなの。私はその町で唯一の民宿に宿泊したんだけど、そこでは自分で薪を割って風呂を沸かしたり、お米を土鍋で炊いたりしたわ。宿のおかみさんに話を聞くと、そのあたりは井戸水もあるし、昔ながらの生活をしている方がとても多いんですって。最先端技術で便利な生活ができるようになった今の世の中でも、昔からの伝統を大切にしているのね。トイレの蓋が自動で開くようなハイテクノロジーを持つ日本で、こんな体験ができるなんて驚いたわ。世界有数の技術を持つ先進国でありながら、少し都会を離れると、こうした昔ながらの生活を楽しむことができるのも、日本の面白いところだなって思ったの。近年の世界情勢に目を向けると、多くの国はいつも自分の技術の高さを競い合っているわ。技術力はお金になるし、力の象徴にもなり得るから、当然といえば当然のことね。でも、そればかりに夢中になっていると、大切なことを見失ってしまう気がするのよ。自然との共存、昔からの伝統を受け継ぐことの重要性を大切にした方がいいんじゃないかしらって思ったの。日本での体験は私にその重要性を教えてくれたわ。私が日本のことを好きな理由はまだまだたくさんあるけれど、ひとまずこれくらいにしておくわね。フォロワーからの一言がきっかけで訪れた日本だったけど、私は一気にその魅力に夢中になってしまったの。気づけばもう50回以上は日本に行ってるわね。そして肝心のブログの方だけど、日本の旅行記はすごくアクセス数の伸びがいいのよ。みんな日本にすごく興味があるのね。私はもっと早く日本のことを知っておけばよかったってすごく後悔しているから、私のブログを読んで少しでもたくさんの人が日本の魅力に気づいてくれたら嬉しいわ。日本は世界中を旅した私が自信を持っておすすめする素晴らしい観光地だからね。そしていつか私がブロガーを卒業する時がやってきたら、私は日本に移住したいと思っているわ。それを楽しみに、私はこれからも新しい情報をみんなに発信していくわね。シェリーさんはとても日本のことを気に入ってくれたのですね。彼女が公開してくれた記事で、たくさんの外国人の方が日本に遊びに来てくれることを願っています。今回のシェリーさんの投稿には、
海外からもたくさんの声が寄せられていましたのでご紹介します。全くの同感よ。日本は本当に住みやすいところだと思うわ。自然は豊かだし、人々は優しいし、治安がいいのも最高よ。私もいつか必ず日本に移住したいと考えているわ。日本の伝統的な文化は本当に素晴らしいよね。こうした文化は守られるべきだし、この文化を守り続けている日本人には敬意を表したいよ。日本人の感謝の心は素晴らしいわ。私は2年だけ日本に住んでいたことがあるんだけど、今でもその影響は受けていて、いただきますとごちそうさまでしたは言い続けているの。いいことだと思うから、この習慣は忘れずに続けていきたいわね。日本は医療費が安いところが驚きさ。食事は美味しいし、自然も豊か。日本人の健康寿命がとても長いのは納得だね。私の友達も日本へ一度旅行に行っただけで、その魅力に取りつかれてしまったって言っていたわ。日本はある意味恐ろしい国ね。シェリーさんの他にも、たくさんの方が日本に強い愛情を持ってくれていて嬉しい限りです。これからも日本の素晴らしさがもっともっと世界に広まっていってくれるといいですね。